田村さんに伺いたいんですがね、まあ、あの今日で東日本大震災から13年というでまた今年元日にはですね能登半島で大きな地震も起きました、まああのね、これはまあ政治の本当に責任としても国民の財産ですねこういった生命を守るっていうことは大事なんですが、まあ、日本の政治とりわけはこの自民党政権でのまあ震災対応災害対応を含めてこれについてはどんなようにお考えですか あの私とっても問題があるなと思ってるのは個人の責任にいろんなことしてるんですよそれから被災して大変な自治体の責任にしちゃってるんですよあの避難所がね例えば能登で言うともう2ヶ月以上経っていても発災直後とほとんど変わらないでこれはあのひ 国に、ね、あの岸田政権に質問するといろんなガイドライン出してますって言うんですけど、えー、ガイドラインがあっても、はい、その通りになっていないのを被災自治体の責任にするのかってことが問わわれるわけですよねイタリアなんかはやっぱり大きな地震国であって、はい、あの国がさまざまな災害の時にすぐにテントとかねキッチンとかトイレとか、はいはい、やっぱりそういう備えを持っていて被災したところに国の責任でどんどんこう人も送るし、はい、物も送ると。 そうななってないんですよこれだけ何度も繰り返されれてていて、ええ、それから復旧復興っていう時にはやはり個人の責任にされていてはい、はい、今東日本あの13年ですけれども、ええ、あの本当に今孤立孤独っていうことでね、ええ、あの被災された方々が新たな危機に直面しているはい、はい、あるいはなりわいを再建したんだけれど、ええ、その事業者の皆さんがあの当時のローン 発災直後ですね立ち直るためのローンが今返せなくなってせっかく立ち直ったのにまたまあコロナもあった物価高もあったそれからあのあの沿岸部は。 今漁業が不良っていう問題があってですね、そういうことに対して本当に自分たちで頑張れっていう自己責任にしている。はいはい、これ本当に重大な問題だなと思います、ね。そうですよね。大きな地震で何度も経験しているのに、えー、あの備蓄の問題とか国が責任を持って現地にやっぱ自治体に指導してっていうようなことがやっぱり行われていなかったっていうのは今回もそれは出たとたた専門家ももうおっしゃってますよねうん、うんそれ。再建の時もやっぱり住宅支援再建支援が300万上限では、はい、とても再建できないというのはず、はい、っと言われていて。えー そこが一向に改善さ、あの改善されていかないというね。問題などなど本当、ね、に山積みですね。<い>与野党の論戦が続く国会ですが、田村さんは先週の参議院、予算委員会で裏金問題などをめぐり、岸田総理らを追及しました。自民党裏金問題については、裏金は自民党による組織的犯罪。真相解明は国会にも問われているとして。 裏金に関わった自民党参議院議員ら32名に対し参院・成倫審を今週にも開催をさらに承認喚問を要求その上で企業団体献金これの全面禁止を求めました他にも経済政策の破綻男女賃金格差財源なき軍拡について総理を追及しました。 田村さん4年前、この桜を見る会問題で安倍元総理を非常に厳しく追及されていた様子が今もありましたが岸田総理にはどのような印象をお持ちなんでしょうかあの安倍総理とはまあ何度も論戦をやってきたんですけれども、えー、ガチンコになるんですよね。あのもちちろん私たちの質問に対して 当たらないいってううふうにこうすり抜けるとまあ時はねたくさんありましたけれどもただねその感じになるんですよ岸田総理というのはそのガチンコになるはずの質問をしているのに先ほどの裏金でいうとこれは派閥が政治資金収支報告書に書くなと言ったんだからこれまさに組織的な犯罪ですよねっていうふうに聞いてもまあぬる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 とこう。 長々長々と答弁して、えー、自分の意見を言だからガチンコのはずがガチンコに見えない、えー、<laughs> というですね。というですしというかです、ね、そういう表現じゃないというか何か論点が違ってくるっていう質問者としてやっぱりそういう思いというのはあるんです、えー、あななたの意見は何なんですか、えー っていうことを言ってほしいのに、ええ、それが全く見えてこないような総理大臣なんですよね。まあはいうん、あのこれ裏金問題もですね、これあの衆議院で成人審やりましたけどね、出てきた方っていうか議員は、まあ派閥の総長であるとか言ってもですね、全然知らないっていう形で今進んでますよね。ええ、で今度参議院に来ました。で成人審これでどこまでこの出てきて下村さんとか含めてですね、いろんな話が出てきて呼んでって言ってますけど、これどこまで追及できると。 そうですねあのこれはもも私たちもちろん証人喚問も含めてということで要求していますけれどもさっき言ったねこれ犯罪なんですよやっぱり収支報告書に書かないっていうのはあの政治資金規正法というのはお金の動きでもって政治を国民が監視するということですからそれを意図的に隠したら犯罪重大な犯罪。 なんですね、それからあの個々人の方で見たら所得学習をやっていたら所得税法違反ですよ脱税の疑いまであるとそれから参議院選挙の時だけ裏金増えた人がいるそれがお金が国民に見えない形で使われていたら公職選挙法違反という重大な疑惑もあるとだから決しして曖昧にしちゃいいけけないわけですそこがはっきりしている以上ですねこれは今国会の会期全部使ってでもあもう徹底解明。 とにかくやら,やらなきゃいけない国民も注目してるのは事実なんですがなんとなくまあ自民党の一部でもね、えー、なんとなく乗り切れるだろうみたいな話が出てきたりしているこれどこまで追求できるというふうに思いですかあ、いやそれはもう犯罪である以上誰が支持をしたのか、はい、というところをはっきりさせなければいけませんし、えー、犯罪であるということを知らないで隠してたなんてことはありえないんですよ、えー、そんな収支報告書に書かない巨額のお金があっていいなんて議員誰もそのように思ってないですよ、えーはいえー だからそこは、ね、明確に一人一人についてその認識、ええ、誰の指示でどういうふうにやってたのか、ええ、裏金、ね、誰が管理して何に使ってたのか、ええ、明らかかにすするしかないんです、ええ、これはもう今回これからもどんどんそれはあの参議院の場でも徹底やって、ええ、それから承認喚問であるとか含めて、ええというのは。ええ やっぱりそこまで考えておられる。もちろんですね。うん、で、私もあの改めてその新バカハのスクープで始まった今回のね、ええ、裏金問題ですけど、もっとね赤旗くくってってみたら、2004年の時にすでに森派だからその後の安倍派になる、ええ、あの政、えええー、和会ですねの裏金って指摘してんですよ。ええ、2004年に、ええ、持ち代あは冬の持ち代、はい、それから夏の氷代。はいはい これが収支報告書に書かれないまま派閥からお金が回ってるんじゃないのかということを当時そういう指摘してるから自民党の中枢にいた議員の皆さんはみんな赤旗が報道してるわけですから認識あったはずなんですあ、はい、今回知らなかったなんてありえないんですよ、うん、下村さんもちろん森さんも。出てきてもらってまず語ってもらいたいと思います。はいはいはい 野党共闘について具体的な動きっていうのはいかかがでしょうかあの今自民党に対してこれだけ国民の皆さんが怒ってもはやもう信用できないっていうところまでになってますのでね、はいはい、だから本当野党に求められる責任は自民党政治に代わる政治こういうことを目指していくんだっていうところで、はい、共闘していくことだっていうのは明らかなんです、はいはい、その立場でもう本当に共闘しましょうよというふうに呼びかけていると。はい はいはい、あの呼びかけている中であの2021年に、ね、あ,ある程度共闘というのがまあうまくいったというか中で,です、ね、ところがこれあの立憲民主党も共産党もというかです、ね、議席減らしているとなんかあの国民の間にやっぱりなかなかこの共闘の中で共産党という存在をです、ね、いろんな中でクローズアップされてきてなかなかこの辺がうまく調和が取れていないというふうに思ってどういうふうに思ってどう。 まあ有権者も認識していったらいいかなと思っている人がいると思うんですがそこはどのようにお考えなんですかあの2021年も共闘したからこそ勝った小選挙区はいくつもあるわけで決して失敗ではなかったあの自民党も減ってますんでねだというふうにあの確信してるんですけれどもやっぱりあの政権が交代するかどうかが問われる選挙というふうに選挙が始まる直前からメディアでも報道されて。 そのことに対して自民党や公明党の側がもう政策そっちのけでとにかく共闘を潰すということに集中した演説や宣伝をやり抜いたわけですよね彼ら。じゃそこに対してあの私たちももっと機敏にこの共闘潰しに対して反撃すべきだったと思うし、から一番求められたのは野党が本当に一緒になってこの攻撃を打ち破るっていうところでやっぱ弱点があったなと。 いうふうに思うわけですよ、ね、これその時にです、ね、必ず出る問題っていうのは共産党っていうのはやっぱり独自っていうか自分たちのきちっとした主張をもうずっと持ってますよね、はい、これだからその日米安保の問題にしても含めて今出てますけどもこれ共産党の主張、はい、この辺りをです、ね、例えば共闘するにあたっていややりましょうよとじゃ立憲にしてもですよで他の野党を巻き込んでという場合。 全部いや心も安保法制の廃止とか日米安保の破棄なんて歌ってるとこと一緒にはというようなある種拒絶反応も持ってる議員だっていると思うんですが、えー、これをどう乗り越えられるのか乗り越えられないのかっていうのはここはですね、えー、結構一般の有権者もご覧になってても感じる部分だと思うんですそこはどうでしょうか、うん、これはあの2015年からののの市民と野党の共闘っていう中でで、えー、緊急一点で 共通の政策を持って共闘しようよ、というのは作られてきていると。いうふうに思います。で、あの、私たち自身も、私たちの綱領の中で。えー、あの、本当に日本の、あの、政治をですね、えー、大元から自民党の政治を変えるには。日米安保条約の廃棄、これは党として、はい、今、国民の皆さんの中に、その。多数の世論を作っていくってことは、私たちの責任だと。しかし、同時に、その綱領の中には。 緊急,の一致点緊急の要求での一致点,の一致点これであの連立政権を目指すんだというのはあの私たち矛盾すするることなく掲げているんですよええその緊急の一致点が何かというのはまさに協議なんですがただあのそこにある一番上にある安保法制の廃止というのはこれも2015年の市民と野党の共闘のまさに原点であのその下にある防衛費拡大これ軍,あの軍事予算2倍。 にまあ、それ以上でしょうねも,うもはや。うん、であの外国のを、ね、攻撃するためのミサイルとかから一番下にあった武器あの相手を殺せる武器殺傷武器の輸出まで解禁というふうになるともう日本の在り方を変えてしまうわけでこれも安保法制を作ったことによってそうやって海外で戦争するあるいはあのアメリカと一緒になって戦争していくという国。 これそうするとこれからの協議でですね実は立憲民主党のこれ泉代表もですね、えー、いやもうこれは。 共闘というのはないんだみたいな発言をされたりですね迷走しているかどうかは別問題ですけれどもやっぱり党内のことは反対派も当然いるわけでこの部分というのはなかなか調整できない党内も調整できないという中で言って緊急の一点というだけで見出せるかどうか<え>そこはどう思いますか、まあ、あのあの先ほどの泉さんの去年5月って書いてあったとおりその後確か秋の臨時国会の時に、ええ、次の選挙でできるだけできる限り自民党に 党の議席をを減らすためにに一緒に力を合わせまというふうに泉さんの方から市当時委員長のところにお話があってそうですねって言ってそれから12月にさっきの市民連合の皆さんとの,あの大きなね市民連合が求める政策に応えて基本合意というのもやってますんでこの時から前前へ前へとそれでプラスアルファで言うとね連合ですけどもそれはあのやっぱり非共産というのを打ち出して。 いいるるるととうううふうに認識してるんですすけれどもそうするとこ立憲でもなかなか動きにくいというかです、ね、それにやっぱりある程度当然ながら傾斜せざるを得ないというふうになってくると共闘というのはできるかなという思いもあるんですけど、まあ、どうでしょうそこはあの私たちも党大会でですからあの国民の世論はい、はい、運動これなくして野党共闘は前に進まないと。はい だから自民党政治を終わらせるこういう旗印で終わらせようじゃないかという運動をねやっぱり大きく広げていくこと金権腐敗一層だから暮らしを守る予算をねもっと増やせ軍事費の問題ジェンダー平等人権の問題などいくつかこう旗を立ててやっぱ運動してこそいろんな困難を乗り越えて野党共これからでの緊急の一点というものを目指してそれを共闘することは 共産党のまあ立場から言ったら可能だというふうにお考えですかもちろんですね、それは国民がこれだけ自民党ダメだってなっているときにそれに応えずして何が野党かということですからその心23年ぶりの新委員長に就任したタム友の愛称で親しまれている田村さんなんですがこれ、初の女性委員長ということで私たち女性の意見を汲み取ってくださるだろうと非常に期待が高まっていると思いますが。 田村さん一番やりたいことっていうのはどういうことになってくるんですかあそうですねあのやはりジェンダー平等の課題というのは本当に国会って一番遅れてる場所でもありましてねこれはあの日本共産党としても重視しているし私自身も例えば何で非正規に女性がこんなに多いのか、まあ、というか女性が非正規で働くっていうのは何でこんなに多いのかあるいはあの質問でやりましたけどあの正社員でも総合職一般職で圧倒的に一般職とこういうあの 当たり前とされてきた、うん、その女性が不利益を一方的に受けている問題というのは、はい、あの本当にどんどん取り上げておかしいんじゃないのと変えていこうよというのはやっていいきたいですよね政治の世界にこうした女性のリーダーがいるというのは非常に心強いなというふうに私んは思いますけれどもど <laughs> ただ、この新体制の党内にはメディアがバッシングするような懸念材料もあるようです。 去年著書で安保検事自衛隊合憲にと訴えた党職員に対し共産党は党外から批判・攻撃したとして除名処分に元職員が先週東京地裁に除名取り消しを求め提訴しています。今年1月の党大会で除名問題に関して地方議員の党員からの問題は出版より除名ではないか。 排除より包摂をとの意見に対し委員長選出直前の田村氏は発言者の姿勢に根本的な問題があると反論批判の矛先を180度間違えている問題の政治的本質を全く理解していないなどと発言者を叱責党の内外からパワハラ発言ではないかとの批判の声も上がりました。 この新しい共産党新しい委員長期待が高まる中でのこうした報道だったのでおっと思った方もいらっしゃったかなと思いますがこれ今はどのようなお考えがありますでしょうかあの先ほどあの除名のね問題でやっぱり私たちの綱領に対して党の外からいきなり攻撃したというあの重大な問題での除名だったわけですねそれがあの党大会というマスコミメディアにもあのフルオープンした場であの発言が あの除名がまあいわば間違いだったのではないか問題だという発言でしたからこれはあの党大会の,その決議案とかそれからあの中央委員会がこうやった行った報告に対しての,あのまあ批判の意見ですからそこにね重大な問題や間違いがあった場合にはやっぱりあの党大会の場でその討論のまとめとしての批判を行うということはこれはやらなければならないことだったと いうふうに思うんですよあの叱責とかパワハラとかではなくてあの批判とは何かというとやっぱり言動に対して誤りや欠点をあの指摘をして正すように求めるということですからまさにあの批判をしてよく考えてもらいたいと いううことでの発言だったあの私なんかは非常にですね初めて女性のですね、うん、委員長が出てきて、はい、まあその前は C さんが23年ですかやられて、まあ、共産党っていうのはどちらかというとですねやっぱ独自路線っていうのは100人なんかもやってきてですね戦前はまあいろいろご苦労された部分はあったんですけども、はい、まあ言論に対してのねいろいろ戦前はまあいろいろ封殺というのがありましたからただだから相当変わってくるんではないかとで今お話ししていても非常に明るくてですね非常にハキハキされているのでただ何とな,なく あれってなんか先頭帰りしたのかななんて思った人もいるんじゃないかとやっぱり閉鎖的とかですね、うん、まあもうちょっとあの昔で言うと協情的っていうか絶対あんまり他の,その意見っていうのは,これはあの排除するというようなかくなな姿勢っていうのがどっかに見えるんじゃないかというようなことを思っている方もまあ相当いらっしゃると思うんですがそれで言うとここでイメチェンというのはやはりただあのもちろん それはやっぱり見意見としては組み止める受け止めるけども組織としてはこういう判断したんだからとかなんかそういうようなことの含めてだから相手が絶対的あなたは絶対的に間違ってるっていうような感じじゃないものとしてってやれなかったのかなっていうような気もするんですが今後も同じ問題が出てくるかもしれないんでど,どう考えたらいいですかあのそうです、ね、党の中で本当に自由闊達に議論をする。ただだ議論だけして いいいろんんなな意見ががああったよねででで終わらせるることとのできない問題うすえね、ー、特にあの私たちの公領の本当に革新的な部分をいわば投げ捨てろ変えろというような、ねはい、問題に対して、はい、い,やいろんな意見があっていいんじゃないということになってしまったら、えーえー、これはあの国民に対して責任を持ってあの統一した行動いあの一致結束した行動の取れる党ではなくなってしまうわけですよ。えーえーえー でましてあの私たちはやっぱ自民党の政治と最も正面から対決して元から変えよう、まあ、安保条約の廃棄というのはあの本当に進めようと思ったらさまざまな抵抗妨害、圧力すさまじいでしょうねそれからあの裏金の問題の根っこにあるその経済界と自民党のつながりですよね。 やっぱり経済界が目先の利益でさまざまに政治を歪めてきている、はい、そことやっぱ変えようというふうに本気で戦っていけばそれは妨害抵抗すさまじいですよね。そのの時に党としての結束やっぱ必要なんですよ結束はもう全然当然これはあっていいと思うんですが、うん、なんか新たにやっぱりこうさらに今までとは違う一歩ですね。なんかこう ステップアップするようなこの共産党というイメージから言うとですねその部分と今まで引きずってきたものを少しこう変えてくれるんじゃないかとい相当期待値があるし国民をやっぱりこう全部吸収しなきゃいけないという多くの方をまあ味方につけるというか支持者を増やすということの努力というのはこれから相当求められると思うんでそこはどうですかね、ええええ、ああのやっぱ党の中できちんと一致結束してこそ国民の皆さんからの信頼もあると。 いいう,うにも思いますし、まあ、今起きたような問題であの党の外から意見いただくときにやっぱり丁寧に対話してます、はい、私たちこういうふうに考えているんですよっていうふうに丁寧な対話をしてますしそ、はいええ、れると党の中もね例えばあのそういう批判的な意見を言った人を党の中で議論している時に排除するかっていったらそれはやっちゃいけないのが 私たちのルールですか。排除しないと。交の中にも意見の違うことによって組織的な排除を行ってはならないっいうのそうですね。規約ですね。規約です。当規約ですよね。ですからあそそれとこれどうだから整合性あるのかなと思ったりもしたんですが。排除っていうのは例えば意見を封じ込めるっていうことはやらないです。だから自由な討論を保証をします。ただ同時にその討論の中で結論を出さなきゃいけない、決着しなきゃいけない。 その時には民主的な議論を尽くした上で多数決で決めて決めたことでいや自分は違うと思ったらその意見を保留する権利もある私は違う意見持ってますだけど行動では統一しましょうよとやってみて検証しましょうよというのが私たちの 運営上のルールなんですよね。つですね例えば今、今、うん。ロシアね、旧ソ連であるとか。うん、中国は非常に高高圧的な先制という国家と言われてますよね。なんか、そういう面で言ったら、今日。 社会主義共産主義というか共産主義社会主義というかなんとなくそういったイメージで見られている負の部分というのも今現状においてはあるんじゃないかと思いますがそこはどう見てますかあの、まあ、ソ連や中国のようあの弾圧民主主義をこう抑圧というやり方は、ええ、私たちも歴史的にそれを厳しく批判するという立場を取ってきました、ええええ、でだから社会の在り方で言論の自由結社の自由表現の自由これをもう絶対に尊重しなきゃいけない。ええ それがもっと豊かに花開くような、うん、あの,のが。 えー、社会主義共産主義の社会なんだよということを私たちは呼びかけていますいやそれはぜひ、ねはい、その中でただし今統制としては、はい、そうなんです、えー、共産党員の数が1990年頃には50万人近くいました今年は25万人程度に半減、はい、そして機関紙である新聞赤旗この購読者数が1980年には355万人いましたが今年は85万人にまで減少していると田村さんこののの現状っていううはどのように ご覧になってますか。あの、先ほどいい前ぶりをしていただいたんですけれども、はい、あの、あ、さっきのね。社会の中のルールと、やっぱ党のルールってのは、それ違います。やっぱり、あの綱領規約を認めて。 結社の自由でねみんな自由の意思で集まっているその党のルールと社会のルールは違うということなんですけれどもまああの先ほどの,あのえっと党政のこの,ねあのグラフなんですけれどもやはりあの80年代終わりから90年代にかけてソ連党が崩壊をして先ほどの,そのソ連党があが一つはね 非常にその抑圧社会だったとで私たちそれ批判していたんだけれども共産党という名前であるがゆえに同じだとみなされてしまった、はい、そこで誤解偏見というのが根強くはい、はい、まあ今もありますで同時にねやっぱりその八十年代終わり九十年代っていうのはあのソ連が党が崩壊,し崩壊したことで資本主義が勝利したっていうふうに言われた時代ですよねだから共産党の存在がどこにあるのと、ねはい いうようなことも大きく影響したと思います。ただね。今チャンスなんですよ。だから資本主義でいいの？っていう問いかけが、こんなに始まっているわけですよね。気候危機の問題もあり、あの貧富のこの格差が非常に大きくなっていて、これでいいのかと。その時にその答えを持っているのは私たちだけですから。資本主義の一体何が？ どこに。そういうの。こういう問題。具体的に一つ,つ大事ながら、こういうところはやっぱり変えなきゃいけないと思うんですよ。って言うのはどん,どん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 やっぱり有権者というか、国民に訴えるっていう。そうですね。というのは必要じゃないか、それも役目もあるんじゃないかと思うんです。あのその通りなんです。あの党大会の中で、だからあの。その資本主義。の矛盾を乗り越えた。社会主義、共産主義ってどういう社会なのかっていうことを。ブラッシュアップしてですね。打ち出してるんですよ。ブラッシュアップした。やっぱあのその利潤第一っていうね本当削除。ほんと搾 これが何もたらしているのか、うん、そこから自由になったらどんな自由を開けるのかこぜひ、ね。おいにやっていただきたいと思いますね。ええ、これ絶対あのぜひあの魅力として語っていきたいと思います。はいはい まああの田村さんの今お話伺ってますとね非常にはきはきして分かりやすい部分があるとただやっぱり非常にやっぱり伝統あるこの共産日本共産党ということになりますとねやっぱりこれ今回委員長になりましたけど例えばあの C さんが議長という立場でそうすると長老グループいますよねかなかなか力を発揮するのは難しいんじゃないいわゆるもうちょっと踏み込むとやっぱり陰性になるんじゃないかなという声もありますけどあえて伺いますけどその点は 心配している方もいらっしゃいますけどどうですか。あのこれ党大会の中でもあの表明してるんですけれども、あの市議長も私も党を代表するんですよね。いあの議長と委員長と、はいはい、で私はあの国政の分野はもう私があの党の代表者ということでもう堂々とこういう場でですねあのお話ししますし総選挙の時の党首討論はもう私が出ていって。 自民党打倒宣言したいいいとううふに思ってまで同時に党の運営はさまざまな本当に私たちの党っていうのは国会議員だけで作るような党ではもちろんないし地方に本当に支部があり地区があり都道府県会がありやっぱりそういう党全体の運営をどうしていくのかというのは C さんと本当に相談しながらお互い党を代表するものとして職責果たしていってこそ 党がやっぱり発展していくということで、えーえー、本いにねあのジャック・バラにお話しできる中ですのでいやんなんとなくプレッシャーを受けてまあ、自分が思うようにはできないというのはほとんどっていやいやそんな風に見えますかね見えないよ <laughs> ね見えません <laughs> <laughs> そういい目でで、えー、見られたくもないですしいだからそういう一連のこでお話伺ってますとね、えーえー、これ全体の話ですけど非常に若い人たちが政治に今の政治がやっぱり失望感を与えている部分もあると思うんですがこれがですね非常にあの顕著になってきてるような気もして、うん、選挙やったってほとんど投票いかないか棄権しちゃうかっていうような状況なんですが、はい、これどう変えられると思いますかそれ、えー。どれだけ希望のだから政治は変えられるという希望をどこまで見せられるかっていうことだと思います。えーえー 思うんで,すよ、ええ、であの、まあ、政治に無関心っていうんだけど一方で気候危機に対する関心の強さとか本当、はいね、強いものありますよね、ええええ、だからこれがどういう政治によってもたらされてるのか、ええ、石炭火力にしがみつく。ええ こんなエネルギー政策でいいのか、ええ、でその根っこのところでさっき言った資本主義ですよね、ええ、利益さえ上がれば、うん、あとは野となれ山となれと、はい、それでいいのかと、ええ、こういう理順第一からやっぱり抜け出していくっていうことがどれだけ豊かな希望を開くことになるのか。ええええ まあそういう面で言うとね、今非常にあのまあ日本がですね、うん、非常に経済的には失われた三十年みたいに言われて、はい、今度の賃金交渉によってですね、まあ賃金がもうちょっと上昇すれば、まあ消費にも回るとか言って、ちょっと遅延移していたあった日本が変わるんじゃないかって言われてる中ですけど、その中での日本共産党の役割って何だ？何だというふうにお考えですか。あ,あのやっぱり失われた三十年コストカット型経済、はい、一番のコストカット人件費、はい、まさに搾取ですからね。はいはい、<laughs> やっぱ、ね、搾取をなくそうという。 がが日本共産党がですねやっぱりあの経済再生の道っていうのを大きく示せるチャンスでもあると。うん まあいきなりサブをなくすってことにはねならないとしても、まあこの人件費コストカットっていうことと、まあ私たち戦ってきたわけですから。でもあのおっしゃってること非常に若い方に響くんじゃないかなそうですね。だからあと具体的にこうなんですよってだから資本主義とじゃあ自分たちが目指しているものってもう少し具体的にわかりやすくですね、関心を持つ。ぜひあの一時間ぐらいいただいてまたあのぜひお話ししたいです。こういうような話をしてると今まで歴代なかったスキルタイプだと思います。Q Y では自由なんです。 人間の自由がどこまでも花開くという。ぜひそのようにやっていただければって、随分だから共産党のイメージも変わるし、出会ってくれるんじゃないかなという思いを持って見ておりますので、ぜひですね努力をしていただければと思います。いやいや今日今日時間どうもありがとうございました。明日は。明日ははいロシアです。本当にどうもありがとうございました。